はい、どうもプラでございます。今回も、引き続きやっていきたいと思うんですけれども、今回ですね、もう月末ということで、今回7月31日ということで、あのですね、完全に忘れてました、マンスリーミッションですね、今回こちらの方をやっていきたいかなと思うんですけれども、とりあえずもうね、残り6時間12分しかないんで、とりあえずささっと、クリアしていきたいと思います。ということで、このタスクについてちょっとね、確認しながら、いきましょうか。この3つですね、未来編3章で熊戦ですね、熊先生、こちらの方を倒します。その後はレジェンドストーリーで超メタルカバちゃんを倒す。あとは、天使ヒヨコエルですね、この3つをクリアすれば、マンスリーミッション多分これで終わりかなと思うんで、とりあえずやっていきましょうか。じゃあとりあえず未来編3章ですね、じゃあ行きます。はい、ということでとりあえず、クマ先生探しましょうか。どこにいるかな。クマンツではなくて、あ、これですね、グリーンランドですね。グリーンランドで、とりあえずやってみましょうか。編成全く何も考えてないんですけれども、あ、じゃあこれでいくか。とりあえずこれでクリアしたしましょうか。じゃあ行きまーす。はい、とりあえずこの後はなんだっけ、レジェンドストーリーで、星1で、あれですね、超カバちゃんだっけ、確か超メタルカバちゃんだっけ、それをやった後に火を越えるらしいので、さあということで、あ、こいつですね。はい、こいつでございます。この子を倒していきたいと思うんですけども、とりあえずもう向き足だけでいきますか。じゃあスピードアップ使いますね。あー、待ってよ、タツイワン来たんだけど、いけるか。向き足だけでもさ、いけるんじゃないこれ。うわ、いけるか、いけるか、いけるか。いやー、クマンチ来た、クマンチ来たけど、あ、待って、無理無理無理だな、無理っぽいですね。はい、ということでちょっと助っ人キャラクターのカサジドを使いつついきましょう。とりあえずこれで、じゃあこれでまたスピードアップ使いながらいけるかな。あー、もうさ、ツイワンがさ、ちょっとそれはないでしょう。いや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 、いけるかなーなんて思ったんですけどもね、もう来るたびに笠地蔵を準備しないといけないので、そうもいられないらしいので、とりあえず壁とか出しますねはい、まあ、これだけいれば問題ないでしょ。このままちょっと見てみましょうか。ほらほらほら、問題ないでしょ。あ、ダメダメ。はい、さあこれで、これでいけるでしょう。昔のね、もう一個使ってるアカウントに関しては多分もうね、かなりね、時間かかるかなと思うんですけどもね、こちらのアカウントの場合だったら問題ないかなと思うんですけども、もう完全にね、ちょっともう完全に手抜いてるので微妙にね、時間使ってるところもあるんですけども、もうスピードアップ使ってもう進みますか。はい、まあこれでね、多分あの上の列だけでも多分何度かなるかなと思うので、このまま引き続き押していきますか。ちょっと遊びすぎたので時間使ってしまったので、とりあえず、今後は終わりですね。はい、これで終わりだよね、マンスリーミッション。まだあったらちょっときついんだけど、じゃあとりあえず次ですね、レジェンドストーリーの方いきます。はい、ということでとりあえずはですね、あの超メタルカバちゃんですね、あれが出てくるステージをちょっと探しましょうか。うーん、どの辺で出てくるのかな、ちょっととりあえずちょっと適当に探してみるんで、とりあえず見つかり次第またちょっと、止まりますね。出てこねえんだけど。あの先にですね、天使ヒヨコエルの方を見つけましたので、先にこちらの方をちょっとクリアしましょうか。はい、あのね、なんか超メタルカバちゃんの方はね、なかなか見つからないので、とりあえず先にこちらの方、勝っていきます。はい、じゃあとりあえず行きます。ちょっとね、かなり時間ちょっと使っちゃったんで、多分早送りは確率にしてるかなと思うんですけども、はい、ということで、まあこの多分編成だったら問題なくいけるのかなと思うんですけども、とりあえず一番これが無難なので、とりあえず天使ヒヨコエルが出てこないと話にはならないので、とりあえずこのままとりあえず、待ちましょうか。まあ待たないで、待たない。あ、来た。オッケー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 。じゃあこのまま、突っ走っていきまーす。はい。ということで、なんだ他のボスは、なんかあれ黒分いたよね。多分黒分がいると思うので、まあいっか。とりあえずこのまま。あ、ヒヨコエル意外と強いですね。ちょっと傘地蔵だけじゃいけないね。ほら。あ、でも倒せた。倒せたけど、このままだとなんか微妙な地利品の戦いが始まる。ということで、ちょっと壁を増やしながら傘地蔵でいきますか。はい。
まあ、今回は通常よりもねちょっと早送りで、やっているので、あやばい、ちょっと待って、黒分来ちゃったね。じゃあとりあえずちょっと遊んでいられない、なんかいっぱい、マジでちょっと待って、ちょっと予想だにしてないんだけど、マジかこんな出てくるの、イノシャシが。あーなるほどね、ちょっと全然覚えてないけども、あのこれね前もね同じこと多分言ってるかななんて思うんですけどもね、レジェンドストーリーそろそろ本当にやります。はい、あの新レジェンドストーリーがね追加されてから何年、もう1年経っちゃうのかなっていうぐらいやってない気がするんですよね。なのでちょっと本当に真面目にちょっとやりますということで、なんとか、取り巻きの方は全て終わったので、このまま、進めていきましょう。はい、まあ、このまま余ってれば勝てるのかなと思うので、とりあえず待ちましょうか。はい、次ですね、超メタルカバちゃん本当にどこ行ったのか分かんないんで、ちょっと血眼になって、また探したいと思います。はい、さあさあさあ、はい、終わりましたと。さあじゃあちょっと探します。きたー、見つかったですね。はい、ついに見つかりました。ユートピアはあちらということで、このステージで、超メタルカバちゃんの方がいるので、もうカバ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 ということでね、カバ4種類と戦っていきたいと思うんで、多分主に多分ねメタル系が、主に多分出てくるステージなので、まあ、とりあえず、どうしようかな、これでいけるかな、多分これでいけると思うので、とりあえずやっていきたいと思います。いきます。はい、よし、やっと見つけた。意外と最初の方でしたね、なんか後半の方にいるんじゃないかなとか思ってて、でそれでそっちの方をね、探してたんですけども、なんと、序盤の方で微妙に時間の方を使ってしまったのが、ちょっと待って、意外と出てくるな、これで勝てるよね。超メタルカバちゃんに関してはどのタイミングで来るかは全く知らないけど、どうなんだろう。待てこれは何、指導叩いたら来るやつか、それとも時間で出てくるのかがわからないけど、これで、ああ来た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 、オッケー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 、じゃあこのまま行きます。はい、さあもう見えねえけどとりあえず多分これで多分問題ないかなと思います。はい、超メタルカバちゃんだけに関しては問題ないかなと思うんで、このままご了承していければ問題ないかなと思います。はい、これで大丈夫ですね。はい、ということで、ありがとうございます。いや、こんな短いね、時間なのに探す時間の方が使うってね、どういうことなんだってことなんですけども、はい、ということでとりあえず終わりました。はい、全部、報酬の方を受け取りましょうか。はい、いや、これでマンスリーミッションの方は終わりなんじゃないかなと思うんで、とりあえずもう一回確認しましょうか。はい、多分終わりだよ。え、まだあんの。え、嘘、マジで、ちょっと待って、これは聞いてない。それはないよ。ということで、まだまだ、あるらしいので、とりあえず動画にするかわかんないんですけれども、とりあえずちょっと、これやろうかなと思うので、残り6時間1分、頑張っていきたいと思うんで、よかったら応援よろしくお願いします。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またね。